どうもトレです。よし、三国無双3をやっていきましょう。まあここはいつも通りなんですけど、確認ですね。で、今回やるのは全員生還で、やるステージがですね、どこだっけ、ここ関東の戦いの炎将軍軍神関羽の暴れるステージですね。で、キャラクターはね、カコートンでいくか。まあ、まず装備アイテムなんですけど、これはね、滅人キリンガか。いやー、玄武功がな、20だったらめちゃめちゃ良かったんだけど、まあいいか。で、これね、石飛ばじゃないと間に合わないですね。で、毒で、これも先端つけましょう。護衛兵はなしですね。でね、何が厄介だっていうとね、このカーウがね、開始30秒ぐらいで顔料ぶっ倒すんですよ。御首頂戴いたすとか言って、それ防ぐためにこのどこ行ったっけ、こいつだ、この雨金の配下の純優、こいつをね、もうほんともう10秒ぐらいで倒さないと多分間に合わないんですよね。ちょっとでも積んだらもうダメですね。でも急いでもう順位を倒しに行きます。ここをね、いかに早く倒せるか。よいしょ、はい、急げ。言ってもね、カウンを倒せるかどうか怪しいんだよね。こいつめっちゃ強いんで、間に合え。こいつは一騎打ちなんで、着いたらもう間に合う。あぶねえ。我こそは関雲長、お相手願おう。死に急ぎよるか。こいつめっちゃ強いですからね。これはしょうがない。ほら、オッケー。誓いをたがえていくとは無念。こいつはあのコローカーの呂布並みに強いですね。で、これでガンジュ救えました。で、その次の展開、倒すなら先にあれかな、上行こうか。まあ、一応これでね、生還はもう、まあ、安泰ではないけど一番の鬼門は突破しましたね。あれなんだよな、石人じゃねえから落ちやすいんだよな。やばいんだよな。ちょっと諦めましょうか。先上行って、誰だっけ、もう一人。バクシンじゃないし、忘れちゃったよ。カコートン、基本通常でいいですね。めっちゃ強いんで、まあ、でも、雨金まだ倒せないですね。あ、いよいよ士気上がった。オッケー、これで倒せますか。どこ行った。まあ関東も言うて、あの最終ステージではないので、雑魚はね、まあ柔らかいですね。一応アイテム取っとこう。よし、いいよ。
で、ガンリョウがね、巨長の方に向かってるんで、巨長倒さんダメですね。陣を立て直す。そうそう。尻尾を巻いて逃げ出すか。おい、追って円家の意向を知らしめよ。どこ行ったかな。多分途中にガクシンがいるはずなんだが、逃げてんのかな。関飛ば早いんすよ、本当に。2と比べるとね、全然違いますね。逃げてんな。いたいたいた。やばいな、これやばいな。おっと危ない。巨長が攻撃速度遅くてよかった。ちょっとうるさい。敵将撃取ったれ。おー、飛ばせ。勝機が来るまで耐え抜くのだ。押し切れるんだよな、多分。我らも遅れを取るな。まあ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 、まだ敵は柔らかい。敵将撃取ったれ。死にたくねえだ。まあ、このステージはね、もうカウがめっちゃ強いだけで、他はねそんな大したことないですね。優秀だな。すぐ落としてくる。絶対乗れん。ギテンが出るはずなんだけど、まだ出てないな。途中で確か工作兵が出たような気がするんだよ。これだこれだ。リデン危ねえ。逃げるとこだったこいつ。どこ行くんだ。逃がさんぞ。何気にね、カコートのチャージ一も好きなんですよね。純油剣めっちゃかぶってんだけど。存じたか。あとはさすがだぜ。炎症に大層なものを持ち出してきたな。あれを止めねば勝てぬ。勝者を破壊されてはならん。よし、勝者を守りましょう。カコートね、相変わらずね、通常攻撃めっちゃ優秀ですね。誰か士気下がったな。ちょっと待ってね。あ、いやでも士気高いわ。大丈夫大丈夫。まあ、カウンを速攻で倒せればここの生還はできるかな。一番最初が肝心ですね。ちょっと弓うざいって。痛い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 。結構好きなんだよな、このチャージ位置。やめろやめろ、お前ら攻撃すんな。いいでしょう。これっと、もしかしたら N5 終わった後にカウンター繰り出してカウンターやってもいいかもしれないですね。その方がダメージ食らわないのかも。ちょっと待って、あいつ攻撃しようとしてる。武将が高層軍の襲撃を受けています。なんだと。一人救援を派遣せよ。嘘、やばいな。ちょっと待って、大丈夫か。嘘、全然
守れ。大丈夫か、嘘のヒョロコ。順受け、頑張れ。開門しちゃったよ。まあいいや、これあと待てばいいんじゃないかな。まだ開かないな。これ守るのめんどくさいな、これ。まだかな。ちょっと後で銃受けの様子見て、見たいっすね。さすがだ。ほら。この衝撃波もね、当てづらいんだけど、当たれば強いっすね。拠点制圧した方が早いな。まあいいか、この時にまあ士気下がってるしな。どこ行った？拠点は？拠点いたいたいた。カバンヒットしないんだよね、2みたいに。だからそこが弱いかな。武装はちょっと弱くなってますね。まあでも通常とかチャージ攻撃とかカウンターも強いですね。攻撃されてそう。あ、やっぱりなんだこのヒゲオヤジ。もう相手良くない？まだ開かないの。そろそろ行きたいな。よし、もういいや、行こう。あいつ倒して。なんかまた攻撃してるような気がする。やっぱりすぐ攻撃するんだがこいつら。開いた。Okay、これで城壁破れましたね。よくやった。褒めて使わそう。で上行って、あと一気に押し潰すぞ。うわ、顔料強、士気高いもんな。上行ってあと誰残ってんねん。あれ、みんないないんじゃないこれ。下にいんの。そうだね、下にいるっぽいね。ちょっと準慶の様子みたい。なんか確かね、準慶ってめっちゃ HP 少なかったような覚えがあるんだよ。気のせいだっけな。ちょっと見に行きましょうか。顔料特攻してるんだけど。まあでも多分士気高いからやられないと思うな。こっちだよね。ほら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 、めっちゃ HP 少ないでしょ、デュイ会とか。やっぱりそうだよね。おい、ほらそうだよね。やっぱり何が守れんのこれ。準受けとかも HP、 関東の戦いの曹操軍だったらね、曹剣と義賊がこの HP なんですよ。で、炎章だったらこの2人ですね。やっぱりそうだった。めちゃめちゃ HP 少なかった。こっちはまだね、まあ、カウンさえ倒せれば守りやすいですけど、あれだな、曹操の方はね、本当に守りにくい。マジで敵武将速攻で倒せないときついですね。一気に押し潰すぞ。落とされるな。3の AI はね、2よりも賢いんですよね。これ馬から落とされたら乗れないよね。
よいしょ。強カウンター。やっぱ先端ついてるとやばいね。加工への士気は高いんだな。いけるか今。あぶねえ。いやこのスピードのな石刀無双2って使いたいね。そしたら全員生還もね多少は楽だったわ。早いもん。この加工園様を止めようってのか。ちょっと待って、でもこれ一騎打ちするとあれか、倒せねえな。死に急ぎよるか。一騎打ちすると配下倒せねえな。ちょっと雨だな。ちょっと待って、ちょっと待ってね。これ引き分け狙いましょうか。ちょっとあれですね、配下倒せなくなりますね。危ない。めんどくさいな。そうだそうだった、配下いるはずなんだよこいつ。だここで倒すとダメなんだよね。あれやっぱそうだよね、各下いるよね。当たるなこれ。ちょっと武将を、ここ、よいしょ。当たるんかい、強えな、その弓強えな。しかもアタック2倍か。これで倒しきろ。お、加工とこれ無双2コスチュームじゃん。俺が死ぬ。テイクはこれ誰の配下だ。ちょっと待ってよ、回復してよ。オッケー、当たってねえ。よいしょ、どこだ、隙があるねこれ。よいしょ、すげえカウンター。加工トンって配下いるでしょ、これちゃんと調べないとね。あ、いないわ。配下退却のテロップがないからね、わかんないんだよ。出た出た。やっぱ俺2のコスチュームが好きだな。遅れを取るな。めっちゃこぶってる。順位はちょっとすいませんね、何回もちょっとね、本当忘れちゃうんだよ。オッケー。で、そうそう、あと核残ってるの。遅れを取るな。やっぱ2に比べたらね、生還難易度は落ちてるわ本当に。それよりもなんか理不尽なイベントが多いですね。ああいうね、純系とかさ、あの少ない HP を救ったりとか、まあ、こっちは別にそんな大したことないけどな。曹操の方はやばいからな。南蛮みたいにさ、もうめちゃめちゃ士気下がったりとか、そういうのがあるからね。核ってどこ行ったの？こっちか。どこだどこだ。あ、いたいたいた。
強っ。強いっていうかこれ敵が弱いな。よし、そうそう倒そう。最初のなカウンさえ速攻で倒せれば、カウンじゃねえや、ジュイユさえ速攻で倒せれば結構優勢に持っていけるよね。みんな四季八だよ、すごいね。ハイパー化してるな。あれこいつどこ行った。通常つなげられるんで危ない。ナイスナイスナイス、いけ文集。オッケー、終わった。我が波動、いまだならざるという。よし、これでね、関東の戦いの炎章軍のね、まあ、全部将棋派の全員生還クリアですね。まあ本当にね、最初のね、準優がネックだね。あそこさえ乗り切ればなんとか生還できる。本当に早いから、顔料がやられるの。それさえ守ってしまえば生還できますね。みんな四季八だよ。これは強いね、炎章。いやちょっとアイテムのレベルが低いな。よし、それではね、次回もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。